アカルソは中華民国の政治家法学者中国同盟会に属した革命派の人物で後に北京政府の要人となった。字はにしペイ族。公立警視大学堂を卒業した後に日本に留学した。第一高等学校を経て東京帝国大学法学部に入学する。この間に中国同盟会に加入し雑誌。 雲南の総監に参加した。侵害革命が勃発すると、超明るそは、学業の途中で帰国する。帰国後は、革命派の雲南代表として中華民国臨時役、法の起草に参与した。臨時参議院が成立すると、議員権法制委員長に任ぜられている。1912年、国民党に加入した。翌1913年には、国会衆議院議員となり、 後に憲法起草委員会委員となった。しかし同年の二次革命で革命派は遠征外に敗北し、長はその後も民の離島などで活動を続けたが、国会は11月に閉会してしまう。長はカルソは日本に亡命して東京帝国大学に復学し、この間に王子研究会に加入した。1914年に卒業し、帰国後は、 北京大学法科教授となる。遠征外が皇帝に即位すると、蝶は五国戦争で半円の五国軍に加わり、軍務員秘書、雲南都督府参議を務めた。1916年6月から8月に、蝶明カルソは、断基図内閣の司法総長に任命され、離婚現羅政学派の構成員の一人とみなされた。翌年5月の理教、正し内閣発足に際しても、 司法総長に任命されたが、実際には就任しなかった。10月、北京大学に復帰している。1922年8月、当初議臨時内閣で処理司法総長となる。1923年、欧州の司法制度視察に赴き、帰国後に法律討論会会長、上海中国工学社会科学院法律系、主任兼教授となった。その翌年10月に、 寄府内閣の司法総長となったが、1月余りで辞任した。以後、上海に留まって弁護士となり、上海法学院法律系主任も務めた。このほか新中国建設学会常務理事なども務めている。1937年8月、国防参議解散議となり、翌年6月には国民賛成解散成員となった。同年、死去。 去年54、著書に、考察手法記、列国在下領事裁判権使用、民法講義、費集、代理調子私文あり等がある。ありがとうございます。